この雄たけびは。あれは金庫地を持っていた魔獣。しかもなんて数だ。一体どうなっている。おそらく悟空、金庫地の力です。魔獣を生み出しているのでしょう。みんな見ろ、いたぜ、悟空だ。最高だ。次から次へと力が湧いてくる。最高に気分がいいぜ。さあ魔獣ども、好きに暴れな。悟空、おやめなさい。あ、なんだ、おし様かよ。どうだ、見ろよこの力。この力があれば戦法を封印するのだって楽勝だ。これならおし様も俺を奉仕と認めるだろう。何をバカなことを。奉仕として最も恥ずべきことは戦法の力に見入られることです。その禁忌を犯したあなたを奉仕として認めるわけにはいきません。んだよ、これでもまだ認めないのかよ。つくづく頭にくるな。わかったよ、もういい。全部消えちまえば、こんなイライラもなくなるよな。奉仕としても、あなたの死としても、今のあなたをこのまま野放しにできません。千機万祖の霊砲、無休の棺、暴爆の。また紅ひさごかよ。何度も同じ手を食らうかよ。なんでおし様が倒れてる。おいら悟空の意志が戻ったのか。おい悟空、早くその物騒な戦法を捨てちまえ。ダメなんだよ。もうオイラも自分が何やってるのか分かんないんだ。悟空、金庫寺の力をはねのけるのです。無理だよ、オイラじゃそんなこと。ごめん、おし様、いい弟子になれなくて。ごめん。悟空、あなた、何を。おし様、もう抑えきれない。オイラが、オイラじゃなくなる。だから、今のうちに。悟空、あなたの意志、無駄にはしません。千機万祖の霊砲、無休の棺、暴爆の道、天の断り、地の定め、天外を壊し、天外を崩せ。何が俺の意志だ。今まで散々邪魔しておいて。待ってろ、すぐに戻ってきてやる。待ってろ。
ひとまず異界の狭間に閉じ込めるのは成功したみたいだが、この後はどうするつもりだ、三蔵。もちろん私自ら異界の狭間へと赴き、悟空を止めてみせます。たとえ差し違えてでも。あ、差し違えてってどういう意味だ、三蔵。悟空は私の弟子です。ですから私がこの手でとどめを刺します。まさか悟空を殺す気なのか。そんなの嫌だよ。前も悟空を元に戻せたじゃない。今度だって。ですが結局は同じことの繰り返しになるだけです。ならば、そんな。戦法の多くが古代麒麟族のものだという話はしたことがありましたね。え、ああ、確か高度な技術と魔術で栄華を誇ったとか。ですがその古代麒麟族もある時突如として滅びを迎えたのです。自らが作り出した戦法に見入られたためだと言い伝えられています。戦法のために古代の麒麟族は滅んだのですか。戦法に見入られた古代の麒麟族たちは自らを世界を滅ぼすまで止まることがなかったのです。同じようにもはや悟空も金庫寺から逃れることはできないでしょう。ならばせめて、せめてこの私の手で。三蔵。同じことの繰り返しか。確かに悟空を元に戻してもまた金庫寺に支配されるかもしれない。ええ、その通りです。ですから私は。ならまた元に戻せばいいじゃないか。え、また元に。ああ、二度でも三度でも悟空が金庫寺の支配から抜け出せるまで。さすが、いい考えだぜ。だな。諦めるのはまだ早いぜ、三蔵。古代の麒麟族の失敗を繰り返さないようにしているのは立派なことです。でも常に過去と同じ結末に至るとは限らないじゃないですか。これまでは失敗していたとしてもこれから先はまだ分かっていない。今を、これからを、未来を信じよう、三蔵。皆さん、過去を気にしすぎてしまうのは麒麟族の悪い癖。私自身ずっとそう思っていたのに、いざとなるとやっぱり私も麒麟族なんですね。でもこれからは皆さんと同じように未来を信じます。うん、みんなで悟空を助けに行こう。ええ、もう諦めたりしません。悟空、待っていてください。